こんにちは。こんにちは。こんばんは。ねむねむボーイのひなりです。たくみです。はい、今日はなんとひなりのお誕生日デートに行きたいと思います。どこ行くかわかんない。行き先を発表します。今から群馬県に行きたいと思います。まあちょっとおいおいね、説明楽しみです。今は9時半前ですね。朝早いんですけど、今日一日楽しんでいきたいと思います。何時起き？僕は5時起きです。驚しい。何時ね？3時。眠れるやん。行きましょう。行こう。レッツゴー。はい、ということで一番最初の目的地に着きました。今からいちご狩りをしたいと思います。いちご狩り、イエーイ。いちご狩りをしに久しぶりだ行きました。そう、俺もめっちゃ久しぶりでちょっと行きたかったから、いちご狩りということで、いちご狩りを楽しんでいきたいと思います。すごい広いね、ここ、初いちご食べたいと思います。食べてください。おいしい。うん、甘い甘い。念の手には8分目がいるの。ほんとだ。待って、8いるんだけど。そうだよ、8分分で8いるね。待って待って、どこにいる。僕も取ったので食べます。下手取っていいよ。なんか変な音した。星いるでしょ。ねえ、いるでしょ。ねえ、怖い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 。見てるじゃん。待って、やだ。なんでなんで、怖い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 。あ、いった、飛んでった。この人蜂にビビってるんですもん。早く、蜂が怖すぎて。食べます。いただきます。うわ、うまい。これ嘘、うん、いいの。うん、あ、美味しい。うん、じゃあなんか俺のために1個取って、ゆっくり決めていいよ。あ、これは強さそう。強さそうじゃない。これにする。選んでくれたの、ありがとう。世界で一番甘い。持ってないじゃん。あ、でもめっちゃ美味しいよこれ。本当。はい、ということで、いっぱいいちご食べた？食べたー！いちご狩りって30分だわ。で、いいわ。久しぶりにいちご狩り来たけど、美味しかったね。美味しかった。ってことで、じゃあ次の目的地は、まだ教えないですけど、そこから30分ぐらい車でね、行けるので、とりあえず運転したいと思います。はーい。ということで、発表します。イエーイ！次の目的地は、ロックハート城です。そう、プリンセス体験をみたいなやつしに行きます。すごーい。それがメインなんだけど、ね、初めてだ。ずっと行きたかったっすよ。行きたかった。ということで、じゃあそこまで行こう。行きましょう。お城の中、とりあえず入園して見て回ってきたんですけど、すっげえ可愛いです。今からプリンセス体験ドレスとタキシードかなをレンタルして、お城の前でたくさん写真を撮りたいと思います。ということで、着替えに行きましょう。行きましょう。おお、あぶね。はい、ということで着替え終わりました。イエーイ、眩しいですけど。眩しいね。ちょっと全身、全身を見せたいね。はい、ということで、今どこですか？横浜。横浜まで帰ってきました。疲れた。疲れたわ。本当に疲れた。ということで、今からご飯の前にちょっと用事を済ませたいと思います。はい、ということで、ご飯に行く前にちょっと行ってもらいたいところがあるんです。あなただけに。
嘘、私はもうこれからちょっとだけバイバイします。やだ、お仕事でお疲れなので、こちらレレンマッサージです。人生初なんだけど、そうだよ、すごい怖い。じゃあ行こう。はい、ということで暗いところで申し訳ないです。車の中に帰ってきました。実はこの左をマッサージに一人で行かせた理由は、僕は今からお泊りドッキリをしたいと思います。イエーイ。本当は今日お泊りじゃないって言ってあるんですけど、実は明日の予定も左の友達に行ってね、押さえといてもらってるので、実は僕と明日も遊ぶっていうドッキリになります。今から部屋の飾り付けとかプレゼントの飾り付けとかをしていきたいと思いますので、そのためにマッサージというね、まあ、疲れてると思うんで、左もこの時間を有効に使って、僕は部屋の飾り付けとかプレゼントの用意をしたいと思います。ホテルにまずチェックインしてきます。行こう、時間ない。はい、ということで部屋に着きました。あらー、こんな感じ、めっちゃ綺麗。ここ入り口入ってきて、ここルームキーで正面にまず鏡があります。こちらが洗面台とトイレとバスですね。すごい。そしてベッドが2つ、綺麗。そしてなんといってもこの夜景ですよ、見える？ということで今から高速で準備をしていきたいと思います。急げー。じゃあ始めていきたいと思います。どう、可愛くない？イエーイ。なんかね、もう風船膨らます達人みたいになってきた。よし、とりあえずこんな感じで完成しました。あとちょっと細かいところ整えて、こんな感じでドッキリを仕掛けたいと思います。とりあえず今から夕食に行ってくるので、夕食を食べ終わった後にランドマークのね、あの展望台に行こうっていう嘘をついて、この部屋に来るっていうドッキリをしたいと思います。ということで、じゃあまた後で、バイバイ。どうだった？すごかった。気持ちよかった？休めた？体休めて、休めた。なんかほわほわしてるもん、顔が。嘘、なんか、何？おかえり。ただいま。ということで、じゃあ次はご飯に行きましょう。レストランです。こんにちは。綺麗です。いいところ綺麗だな、うん、はい、ということで晩ご飯をこちらで食べてきました。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかったです。はい、次はどこに行きますか？わかんない、どこ行く？次は展望台に登ります。展望台行ったことない。行きましょう。ポンポコですか？酔っ払いですね、あなたは。お酒飲んだ人、飲んだ人だよ。ということで、ひかりさん、今日はお泊まりです。嘘だよ。え、嘘だよ。え、待って待って待って、え、本当に？嘘かもしれない。嘘だよ。え、展望台は？展望台はあるけど、ちょっと行かないよ。え、待って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 、ん？マジで？本当に？本当だよ。64。マジ？マジホテル。荷物は何もない。何の荷物？あ、それはごめん。え、なんで？それはごめん。あ、え？はい、ここです。どうぞ、オープン。お部屋見てください。え？うわあ！すげえ！え、かわいい！どう？あ、泣いてる人だ。え、すごい。見て、可愛くない？うん、すごい。可愛いでしょ。うさちゃんいたの？そう、連れてきたの、この子。家から。すごい。群馬までこの日来たんで、一緒に。知らなかった。外見て。え、すごい、めっちゃ。すごい綺麗じゃない？超高い。え、すごい。これで終わりです、すべて。今日の一日は。
ありがとう。うん。プレゼント見る？痛い。どう？やばい。嬉しい。泣いちゃってるじゃん。じゃらーん。かわいい。風船膨らましてくれたの？風船膨らめちゃめちゃ大変だった。だからあんなになんか時間かかったの？戻ってくるの。マジ何してんだろうと思った。大道芸見てたとか言うからさ、めっちゃ調子乗ってんなと思って。はい、じゃあプレゼント紹介しましょう。え、まずこれから。え、本当に止まるの？止まるよ。はい。何？一つ目。何何何？めちゃめちゃ可愛いじゃん。塩味。塩味？ちょっとわかんないんだけど。塩味。見たことあるけどちょっと読み方わかんない。何何？え、なんかめっちゃモサモサしてる。何これ？思ったよりでかい。え？エミ待って、これエミじゃんえ、もう分かった、刺した。これもうブーマー。え、これ絶対そうだ。見せてあげて。いやーめっちゃ可愛い。これサイズは23でしょ。けどちょっと大きめらしいから23周とか。2人で一緒にちょっとショッピングしてた時にめっちゃ可愛いねって話になって、プーマはあんまり好きじゃないんだけどこれめっちゃ可愛いよね。可愛い、嬉しい。そしていいの？2つ目はこいつです。これはもう、これはもうでもね、これ知ってた、私が欲しいってずっと言ってたから。そう、可愛い。あのコストコのイースターバニーちゃんもう売ってないと思うんですけど、うん、欲しかったんだけど私が気づくのが遅くて、もう近場にはてか都内にはほぼなくて、そうねっていう状態だったのを探して買ってきてくれた。ありがとう。見つけてきたよ。かわいい、ね、本当に。これさ、うん、車のトランクに入ってたのよ。俺さ、駐車場からさ、この部屋までさ、え運んでさ。嘘、そう、チェックインした後に、一回チェックインしてその時に半分ぐらい荷物持ってって、ね、にじんで恥ずかしかったでしょ。かわいいってすごい。嘘、通り行く人にデニスカフェあんの、すごい。もうでいいんだよね。はい、じゃあ3つ目のプレゼント、はい、こちら。これ何？開けます。まだまだいい？どうぞ。なんかタイヤみたいな。いいよ。覚えてる。クーマに欲しがってたからバッグ。懐かしい。なんならちょっと、え、めっちゃ前じゃない？かわいい、かわいい、かわいいよね。これ、これ届いた時かわいいと思った。え、かわいい、めっちゃかわいくない？これが3つ目のプレゼント。よく覚えてたね。でした。そして最後はいつも恒例の、はい、お手紙だ。ありがとう。はい、読んでいいの？かわいいでしょ。何このシール、なんかかわいいじゃん。バーイありがとう。お手紙でした。はい、どうぞ。はい、ちょっと聞こえないですありがとうございます。はい、ということでプレゼントはこんな感じです。ありがとう。ちなみにあなたの明日のお洋服もパジャマもコスメも全部あります。ということで、なりの誕生日のサプライズでした。あとでケーキも、ケーキもちょっとあとで写真撮ろうね、うん、ということで、こんな素敵な彼氏が欲しいなと思った方はグッドボタンとチャンネル登録お願いします。こんなに喜んでくれる可愛い彼女が欲しいなと思いましたらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。自由だな自画自賛が強いすごい。ということで、また次の動画で会いましょう。バイバーイ。またね。お誕生日おめでとう。いい天にしようね。バイバーイ。バイバーイ。